てその期間における始祖及び王家の血を引く巨人両者の継続的な維持、これが三つ目の過程。ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承、その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。わかりました、私は獣の巨人の継承を受け入れます。地ならしが我々の存続に不可欠である以上は。ヒストリア、俺はジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。中に入ろう、ヒストリア。もっと体をいたわらないと。